パリ五輪で新種目として注目されたブレーキン。日本勢は女子のユアサーミー、ダンサーネーム、アミガが金メダル。男子の中からイ同シキックスが4位入賞の活躍を見せたダンスバトルは選手の服装も話題となった。女子では、日本の運送会社の対決を思わせるバトルが展開。ネット上の日本人からは、大手宅配サービス対決ワロタ W。 日本人にしかわからん面白さ、などと錯覚したファンが相次いだ。画像、これは日本物流界の頂上決戦。五輪ブレイキンでたまたま起きた、日本企業対決、の写真。9日に行われた女子の一次リーグ B 組で実現したまさかの対決。ステージに上がったレイチェルダン、オーストラリア、の服装は上下とも深緑を基調とし、キャップも同じ色とあって、 ネット上ではヤマト運輸の配達員に見えたという声が続出した。また、ガンと対戦したシア・デンベレー、フランス、は紺色に白のストライプが入った衣装だったこともあり、ネット上にはヤマト VS 佐川急便という声が上がった。こうした指摘に、大手宅配サービス対決ワロタ W、まさかの宅急便対決、日本郵便は不参加か。わら もう W 本間マに WWW 大和 VS 佐川にしか見えん呪いにかかってしまった WWW これは日本物流界の頂上決戦全く同じことをもってダンス全然入ってこなかった日本人にしかわからん面白さといった声も上がっている